奥に入れてあげることで、どうですかね、手前と奥ちゃんと分かれましたね。キラーン。あ、毎度お越しやすつららん、アダッカやつららんのアダッカ前作らない職人しょうちんでございます。今日はじゃーん、これ何なのか知ってますか？これアルストロメリアって言ってね、結構安価でね、切り花として売られてるので、皆さん結構部屋に飾ったりしてると思うんですけどね。これを今日は、透明水彩で描こうと思います。何に描くかというと、じゃーん、このちっちゃな画面、これはね、バオホンのコットン紙の 18cm×12.5cm の中目コットン紙に描こうと思うんですけど、ちっちゃいですよね、この画面ね。小さな画面にこういうモチーフを描くときにどういう風に対処したらいいかっていう話を今日していこうと思うんですけど、やっぱ構図やと思うんですね。画面がちっちゃければちっちゃいほど構図を結構気にしないと難しいと思うんですよ。そのあたりをちょっと、僕なりに解説しながら描いていきたいと思います。あ、おはようございます。前回の動画の最後でも言ったんですけどね、動画投稿山ではね、夜の10時ぐらいにしてたんですけども、ちょっとガラッとね、僕の生活のルーティーンとかも変えて、 YouTube の投稿を朝に、ちょっとだけね、試運転も兼ねてやってみたいと思いますので、朝の投稿に慣れていただけたらなと思います。おはようございます。今日も一日楽しく過ごしてまいりましょうね。なんか下ネタとか言われへんのね、ほんまね。そんな下ネタ言うてへん今日な。絵の時にな。はい、じゃあやっていきましょう。どうぞ。はい、このように実物を目の前にして描く場合はですね、構図作りが大事です。どのように画面に収めるか、こうやって見え方をね、いろいろ自分の目の前でこうやってみることができますね。これは写真とかフリー画像を参考にしてたらできないことですよね。あ、こんな風に見えるんやとかね、自分のオリジナリティを存分に生かすことができる。これがね、実物を見て絵を描くことの利点でもありますので、楽しくね、どんな風に見えるかこう探ってみてほしいなと思います。まあ、真正面にこう見えるのもいいし、僕はちょっとこうね、ハス向きの方が好きなんですよね、なんか。こう圧があるやん、真正面向きすぎてると。アルストロメリアです、みたいなね。ちょっと、あ、私、アルストロメリアです、みたいなね。意味わからんけど、ちょっと横向いてる、雰囲気が僕は好きです。こうね、手前にね、L 作ってね、どんな風に見えるか、縦の構図がいいのか、横の構図がいいのか、こういうのをね、こうやりながら、画面を探っていきます。まあ、こういう小さな画面ですからね、縦にするか横にするかっていうのも大事だと思うんですよ。横に揃ってるから花たちが。全部を入れるのか、あるいは縦にしてどっちかを切るかみたいなね。慣れてくるとね、こう画面にどのようにこう、モチーフが入るかっていうのが分かってくるようになると思うんですけど、最初のうちはね、どの程度の大きさで描いたら、どれぐらいの範囲が収まるのかっていうのも分からないじゃないですか。だから、これプロの画家とかでもよくしてると思うんですけど、ちょっと待って、このクロスキーチは、パスワードが載ってるからそこを映らんようにすると。まあ、これ100均の安い紙なんですけどね。落書き帳みたいな。これにね、S キースって言うんですけど、簡単に構図のね、収まり具合を実験することができますね。例えば、縦構図を、まず意識して、だいたいこの比率を、簡単でいいですよ。枠組みしますね。で、今見てるモチーフを、収めてみます。右端を切って、こんな感じにして、右の花は切る。ここはこだわらなくていいですからね。大体の、モチーフがどの位置に来てるかっていうことが分かればいいと思います。まあこんなんもありかなと思って。小さい画面になるとどうしてもなんかこう全体を収めたくなると思うんですけど、モデルさんのね、人物の雑誌とかで写ってるモデルさんを見てほしいんですけど、全体が写ってる時もあれば、バストアップって言って胸から上が写ってる時もあるし、クローズアップ、顔にこうピントが合ってる写真もありますよね。そういう風に考えればいいと思うんですよ。これはバストアップぐらいかな。で、必要があれば、これにグリザイユ画法みたいな感じで、陰影だけでね、これペインズグレーなんですけど、なんとなくこの、まあ、画面の中で密度をこう考えるために、こんな風にね、陰影だけで捉えてやってみたり。まあ、あまりここでこだわりすぎてると疲れてね、本が描けなくなるので、まあ、こんな風にして面白いかなーとか、あと横構図ですね。最初にこうやってね、ぶっつけで描くよりも構図探った方が絶対いいと思います。これやったら花全体が入るかなと思うんですよね。まあでもね、なんかね、はみ出てた方がいいですよ。どっかがはみ出てた方がなんかこうリアリティがあるっていうかね。
小さい画面でもね、侮ることなかれ、立派な絵になりますのでね。なんで色つけてないかというと、トーンでね、やっぱり理解したいっていうのがあって、全部絵ってトーンなんですよね。特に水彩画は。トーンっていうのは階調です。濃いところ、薄いところ、影になってるところ、明かりになってるところを考えて描くっていうことですね。あ、横構図もいいですね。色に騙される時があるので、トーンで、考えるといいと思います。今回横構図にしてみましょうか。なんか今、これ気に入ったので。じゃあこれを採用ということにして、これを 見ながらっていうか、まあ、これを参考にしながら、実際に本画にしていきたいと思います。こんな風にね、考えるとやりやすいですよ。やっぱこう、大きい画面描こうとすると、大きな紙をね、買うのもちょっと高いし、あと大きな画面って結構威圧感ありませんか？描きたい描きたいと思ってても、実際なんか、もうちょっと、描けるようになってから頑張ろうとか、絵の大きさと技術って比率するので、大きい方がやっぱ難しいです。小さいのは小さいなりに難しいところもあるんですけど、今日の本題の、画面にどう収めるかっていうところもね、難しいところであるんですけど、やっぱ大きいとね、画面をこう、どう密度を保ちつつ、埋めていくかっていうことがすごく難しいので、最初のうちはね、ちっちゃい画面で練習してもいいと思います。構図をね、取る力が鍛えれますしね。あとなんかパッとこう描けるっていうのもね、なんかこう、忙しい現代、まとまった時間取らないと大きい絵って描けないじゃないですか。で、水彩画とかってあんまりこう、何日もにも当たってコテコテ塗るのも良くないと思ってるので、パッと描けた方がいいですよね。はい、では本画にしていきたいと思います。葉っぱも入れたいからな、もうちょっとこの構図では、花が下に中央あたりに来てましたけど、もうちょっと上にしようか。最初はね、ちっちゃい図形で、撮ってたいと思います、形。こんな風になんかこう、丸い三角形みたいな感じかな。今回のモチーフは女優さんで言ったら、バストアップかな。クローズアップって言ったらもう、ジョージア・オキーフって知ってますか？花の絵を描いた女流画家なんですけど。あの方はね、バストアップじゃなくて、クローズアップがすごく好きでしたね。花のもう、顔をもう、バーンとね、画面全体に、しかも大きな画面にね、描く人やったんですけど、そういう描き方もありますよね。ただなんかこう、なんていうかな。すごく強調されるので、なんかこう意図があるのかなって思わせてしまう画面になるから、初心者は少し難しい書き方かもしれませんね。まあ、素直に、あんまりドアップすぎず、葉っぱも入れ込んだ方が画面の収まりとしてはいいかなと思うんですよね。ちなみに、うち猫を飼っております。で、このアルストロメリアっていうのは猫ちゃんにはね、ユリ科なんですよ。ユリ科はちょっと猫には良くないので、僕はこれ壁の高いところに、チーピーが手の届かないところに飾ってます。そういうのも気をつけたいですね。さっき エスキースとして書いた構図にならなくてもいいんですよ。あれはなんとなくこう、構図を探っただけの、まあ、ラフなので、それにならなくても大丈夫です。僕もちょっと変えてるっていうか、変わってきてるところがあるので。これ 6B なんですけどね。柔らかい鉛筆の腹で。優しく当たりつけるように。花は花で難しいな。しっかり今描いてる葉っぱは、こっちの花のどこら辺に頂点来てるかなーとかこう考えながらね、周りと常に見比べて描いていきます。見比べるところは自分なりでいいんですよ。なんか横にある花でもいいし、自分の分かりやすいところから。やっぱこう構図を極めることが、ちっちゃい画面でもこう、インパクトのある絵をね、印象に残る絵を描く。ポイントですよね。そして構図のもっと大事なところは、後から変えれないっていうことですね。なんか色塗りの段階で少し、薄すぎたなーとかやったら、後で濃くすることもできるんですけど、構図だけはどうしても変えれないですからね。透明水彩はもう一回ね、書き出したら、ずっとそれでやっていかなあかんから。はい、こんな感じかな。一遍こうやって試しておいたからこそ、こういう風なんがええかなーってこう考えることができました。練り消しも黒くなりすぎたな。練り消しの替え時なんですけど、まだこれは大丈夫です。こう、まとめた時に、この表面がテカリ出したりね、するんですよ。あとなんかこう消した時に、この汚れが映ってしまったり画面に。そんな時にはもう替え時ですね。まだこれいけます。まあ僕は花が好きなんでね、こうやって描いてる時もね、あんまこう、根詰めすぎずにね、まあもちろん絵描く時は真剣になるんですけど、ああ、綺麗やなーって単純にね、神様はなんでこんな綺麗な風に作ったんやろなーとかね、考えながら、描くと、それがまたおのずとね、絵にもこう生きてくるんじゃないかなとも思うんですね。あと、形の中では曲線っていうのが一番難しいんですよ。なんかこう曲がりくねった形に沿って描いてったら、えら端に来てしもたとか、
全体のバランスがおかしくなったっていう経験あると思うんですけど、そういう時はね、直線をつなげて曲線を描くっていうことをね、意識してみると描きやすいかもしれません。ではこういう曲線なんですけど、直線をこう重ねて形取っていく。こうすると大枠の大きな形を見失わずにね、描けるんですよ。これはだからピーッとこうね、つなげて曲線描いたりはあんましないんですよ。直線をつなげて描いていきます。はい、では絵描いていきましょう。周囲に、6ミリ幅のちーたん、あかんよちーたん。周囲に6ミリ幅の、マスキングテープ貼っております。これダイソーさんで、売ってる10個入りやったかなの、なんか小賢しい名前が洒落た名前がついてるマスキングテープです。まあ、筆はですね、僕はこれぐらいかな、このサイズやったら。アルテージュクレテージュの筆6号です。これ柔らかく塗っていけるので、僕最近、好んで使ってます。アマゾンさんでね、これ売ってるので、リンク概要欄に貼っておきますので、よければ見てください。僕の使ってる画材は全部概要欄貼っておきますね。まあ、最初にバック行くか、モチーフ描くかっていう話なんですけど、今回のアルストロメリアはね、黄色がベースになってると思うんですよ。この中心からふわーっとね、黄色が出てると思うんで、黄色っていろんな色にね、こう侵されやすい色なんですよ。だから先に僕は今回花の色を入れていきたいと思います。まず全体に水を引きますね。まあ、びちょびちょにせずにね、ふわーっと優しくコットンに滲んでいくぐらいの水の量で、遊んでる水がないぐらい。そしたら、黄色から塗っていきます。中心の部分ですね、主に。パーマネントイエローライト。これだけだとちょっと黄色すぎるので、少しだけバーミリオンヒュー、ちょっとだけ混ぜます。これを中心に、塗っていきます。少しこれは、フタログリーンじゃない、フーカスグリーン、少し混ぜて。黄緑っぽいところもあるんですよ。例えばこのつぼみのところとかね。こういうとこ柔らかく最初に入れてった方が、あと柔らかさが出るかなと。あと、影の部分をね、さっき描いておきたいんですよ。これはオペラですね。オペラに、僕がよくやる配色なんですけど、影の色。オペラ、フタローブルー、イエローシェード、ここに、セピア、少しだけ混ぜる。この比率でね、ちょっと、影の色を淡く作って、この加減がね、難しいんですよね。セピア少し多めにかけて、これぐらいかな。これを薄めた色をですね、影のところに入れていきます。あまりこの黄色のところに行かないようにしたいですね。この花びらと花びらの間のところ影になってますね。こういうところとか。ちょっと影の色入れといていきます。外に出ちゃっても大丈夫です。後でもう一回、モチーフ全体に色入れるときにシャキッとしますので。気にせずに。そうしたら、この色をね、あんまり侵食しないように、後ろに色入れていきますね。何色でもいいんですけどね。まあ、感じた色。僕は、これはエメラルドグリーンノーバかな。コバルトブルー。少し混ぜて。ちょっと青っぽい背景にしようかな。水とかもたっぷり活かして。ちょっと青っぽいところも欲しいので、あんまこう画面を混ぜきらずに。ちょっと紫も欲しいぞ。オペラとコバルトブルー。ちょっと影のところにね。ザ・紫っていう感じの入れてみたい。はい、一旦乾かしますね。花の中心から風当てて周りに飛ばします。これ周りからやっちゃうと花に、色が来てしまったりするので。はい、しっかり乾かしたら花描いていきますね。こっからあんまりコテコテした細かい動きにならないように気をつけたいですね。もう大雑把、自分適当やなーぐらいを意識してね、描いていきます。筆の大きさは変わらないですね、6号で。で、花の色としてはこれはね、難しい色やな。まあ、オペラ主体なんはそうなんですけど、オペラだけやとちょっとなんていうかな、明るすぎるっていうか、これを少し濁らせたいですよね。で、やろう、イエローオーカーとか混ぜてみる。こんな感じの色、少しこう黄ばんでるピンクっていう感じがするんですよね。こんな感じの色かな。これとこの色プラスコバルトブルー、これをちょっと混ぜた色で、影の色ですね。これこんな感じの色かな。この2色を主体に描いていきます。まず花の色で形を取りつつ、トーンも意識して、先ほどの黄色を潰さないようにしたいですね。で、影の色も入れると、塗り際をぼかしたりもします。水入れました。バックグラウンドですね。
まあ今は面で捉えてますね。影をまた入れていきます。先ほどのセピア、オペラ、タロブリエロシェードのこの黄金比コンビで、ちょっと濃いめに色の影作って、少し怖いですけどね。葉っぱの方にも進んでいきますね。パーマネントイエローライトと、フーカスグリーン、明るいとこから描いていきますね。とサップグリーンとペインズグレーですね。少し濃いめに作ります。コバルトブルーも混ぜます。葉っぱでね、結構あの周りのね、花の鮮やかさとか変わってくるので、ちょっと気にしつつね、ネガティブの形しっかり見て、まあ小さい画面なんでね。奥の葉っぱですね。今は一体化して見えても大丈夫です。また塗り分けるので。ここら辺とか手前の葉っぱと後ろの葉っぱ一体化しちゃってるんですけど、これまたあの陰影とかを塗っていくと、ちゃんと分かれていくので心配しなくて大丈夫です。大事なのはこの手前に出た茎かな。これは直せないのでしっかり残して描いていきますね。影にペインズグレー、結構がっつり乗せてます。ここで思い切って濃い色を入れることが大事。乾かします。よっしゃ、次の段階で、フィニッシュですね。だいたい3回塗りで終わることがですかね。僕は今度またバックに移りますね。花を浮き立たせるようなバッグを考えることによって、またあの手前に花を持ってくることができます。コバルトブルーとオペラがペインズグレー、こんな濃い色で、これを奥に塗ってあげることで花を手前に出しますね。筆を小さいものに持ち替えます。アルテージュクレテージュ2号です。細かいところを描いていきます。色は先ほど作った色でいいですね。この濃さを加減しながら、この時に花びらと花びらをしっかり分けたりします。花びらの奥の形を描くことで、ここに花びらがあるんですけど、これを浮き立たせます。徐々に手前の茎とかも描いていきます。手前の葉っぱですね、これも陰影を描きつつ、この筋を表すことで葉脈を描けますね。葉脈を描いてるんじゃなくて、葉脈と葉脈の間のこの葉っぱの盛り上がりを描いて、葉脈を塗り残すことで、あと一体化した先のとこですね、これも間にペインズグレーとフーカスグリーンを濃く溶いたやつをしっかり奥の陰影に塗ってあげると、あら不思議、葉っぱが手前に飛び出てきますね。こう手前描いたり奥描いたりしてね、いろんなことを考えないとダメですね、絵ってね。でここも開けていきますよ。奥の葉っぱ、濃く描かなくてもね、これ薄い色なんですけどね、実際奥に入れてあげることで、どうですかね、手前と奥ちゃんと分かれましたね。薄い色でもね、威力あるんですよ。塗り重ねってね。しっかり奥と手前分けつつ、描いていってます。ちょっとだけ茎、こっちの茎あるやな。ピンクっぽいとこあるな。あとはちょっと鮮やかなところも欲しいので、これはオペラ単色ですね。部分部分でいいですよ、これは。あんま、先ほど描いた下地のね、陰影をこう、崩しすぎない程度に。薄くかけていくことがポイントだと思います。これすると一気にね、鮮やかさが蘇るんですよ。色を塗りながらまたこう立体感考えて。じゃああとは、このホルベインさんの、シリーズ333、1号。細い筆ですね。細かいところを描いていきます。あ、一回描かそうか。イエローウォーカーとペインズグレー。シベにもちっちゃな立体感が。あるんですね。あ、ついてもった。しまった。あ、これも味や。
はい、というわけで今回はちっちゃい画面にアルストロメリアを描いてみました。まあ画面が小さいんでね、筆数も少なめに描いてみたんですけど、いつも以上に。でもこういう陰影をしっかり捉えることで立体感は出たかなと思います。ちょっと、近づいてみてみましょう。チータンがなんか見ていますね。何でしょうか。はい、このアルストロメリアがこんな感じになりました。どうでしょうか。構図ってね、すごく大事だと思うんですよね。なんか小さい画面やとね、どうしても書き込みができないから、構図面をしっかり工夫して書きたいですよね。見応えのある画面にするには、だこう左を切ってみたりね、縦にするか横にするかを考えたりして、書いていきたいもんです。例えば実物をしっかりこう見比べるってことが大事だと思うんですよね。どうしてもなんかこう花って写真とかで撮ってると全部にこう光が当たってね、色鮮やかに見えるから、そのまんま色鮮やかに描いてしまいがちなんですけどな、チータな。実際の色をしっかり見るとね、しっかり花にも陰影が入って、まあ、言い方変えたらちょっと濁らせて描くと、よりこう実物感が出ると思いますので、実際の花をしっかり観察して描いてみてほしいなと思います。はい、何か本日の動画も皆様の制作の参考になったらありがたいです。事前にね、しっかり計画的に、お借り入れは計画的にみたいな感じになったけど、某金融会社の CM みたいになったけど、構図は後で変えれませんからね、しっかり最初に考えておくことが大事だと思います。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。うちの近所にね、足の悪いおばあちゃんがいるんですけどね、この間僕が散歩行ったらね、あんた、こけなあんなよって、方言でね、こけたあかんでっていうことなんですけどね、おばあちゃんに心配されてしまいました。まあ最近散歩もしてないしな、足悪くせんように僕も頑張って散歩続けたいと思います。